You're listening to Shibuya Cross FM。マジカルハッピー渋谷ラジオ。この番組はエルロンハバード著作、幸せへの道を普及しているザウェイトゥハピネスジャパンの提供でお送りします。幸せへの道はより良い人生の道しるべとしてサイエントロジー協会から推薦を受けています。さあ今月も始まりましたマジカルハッピー渋谷ラジオ。この番組のパーソナリティは大橋めりさです。今回もザ・ウェイ・トゥ・ハピネス・ジャパン代表の中村淳さんとお送りします。よろしくお願いします。はい、こんばんは。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、そして黒沢愛理です。はい、森脇健児です。はい、というわけで今日この4人でお送りしていきたいと思います。はい、はい、まっという10月ですよ。10月ですよ。10月になったんですけど、はい、まだちょっとオープニングがね、はい、ばらけてしまいましたね。そうですね、今月はちょっと、はい、気持ちを一つに来月はお届けしていきたい、はい、頑張りますバラバラワンチーム、はい、ね、まあ、ちょっとずつね、なんか涼しくなっていくのかなという思いもありますけど、日中は暖かいですね。暖かい、むしろ暑いぐらい。僕すごい汗かきだから、うん、もう10月でこれはちょっと大変ですね。ね、なんかでも9月上旬ぐらいのね、うん、気温らしいですけど、うん、でもやっぱこの時間ぐらいになると涼しくていいですね、過ごしやすくて、はい、でも夜寝るときがね、大変じゃないですか。なんか思いっきり閉めて寝たりすると、うん、あーつーと思ってなんか、あー、そうね、ちょっと目覚めたりなんかしつつ、ちょうどどっちにすればいいか、こう端境みたいな、端境な感じで、はい、私最近夜中ちょこちょこ目が覚めるようになったんですよ。そのせいもあるんですかね。温度もあると思いますよ。ちょっと寝苦しいというかのもあるのかな、うんうん、まあね、ちょこちょこ目覚めますね、うん、季節の変わり目とか風邪をひきやすくなったりしますのでね、うん、皆さんあの風邪などひかないように元気いっぱい頑張っていきましょう。頑張りましょう。はい、この番組は日本の若者文化の中心地渋谷で、そこに集う人たちがより良識的で友好と信頼の精神を大切にして、みんなでマジでハッピーな渋谷をクリエイトしようという番組です、はい、ぜひ渋谷に関する情報エピソードをお寄せください、はい、そしてですね、今日のトークテーマ、最近あったマジでハッピーなことになってます、うん、大きいことから小さいことまでね、いろんなことがあると思いますので、ぜひね、皆さんのそのハッピーだったことを送っていただければと思います、うん、Eメールの宛先は、うん、マジハピーアットマーク渋谷ドットモビとなっております。ぜひぜひメッセージお寄せください。というわけで今日も元気にいってみよう。渋谷クロス FM。まず初めのコーナーはこちら、マジハピーレシピ。ゲストの方がね、はい、ゲストの方来ていただいてますけれども、ケンさんすみません、後ろに行っていただいてですね、ゲストさんを前にお願いいたします。すみません、伝え漏れですね、はい、このコーナーはザ・ウェイ・トゥ・ハピネス・ジャパン代表の中村さんを中心に、幸せへの道に基づくフリートークをお届けするコーナーとなっております。はい、そうです。はい、というわけで今日のトークテーマ、ええ、最近やったマジでハッピーなこと、はい、中村さん、ありましたか。僕ね、はい、自民党の総裁選挙やってたじゃないですか、はい、やってましたね。あれがね、岸田さんになりましたけど、あの久しぶりにね、はい、なんて言うんだろうな、あのちょっと政治にね、はい、興味を持たせてくれたなと思って、若干ハッピーですね、はいはい、確かに。特にあの、うん、支持とか支持しないとかいうことは関係なく、うん、はい、なんだろう、あの日本の国の将来についてね、うん、あれだけこういろんな意見を、うん、こう聞けるっていうのが、はい、なんだろう、久しぶりというか4名の方がまあ立候補されて それぞれこう考えていることだったりとか、うん、どうなっていきたいみたいなのをお話しされている場所ありましたもんね。それがね、割とね、あ、良かったなって感じです、うんうん、結構ね、皆さん主張がそれぞれ違ってて、良、うん、かったです、良かったです、ね、なんかこう、なかなか些細なことですか、政治についてって、うん、あんまりこう人と話したりとかする黒沢はしないです。やっぱ人によっての考えもあるから、うん、その自分の押し付けにもなっちゃいそうっていうのもあるから、あんまりもう自分で見て基本おしまいですね、うん、でもだからこう、だからこそこう見てやってるんだ、うん、ふーんみたいにまあなりがちだったじゃないですか、うんうん、けどこうやってね、こう総裁が変わるっていうので、うん、こうお話をされてて、友達だったりとか知り合いとかとなんかこういうのやってる ねみたいなことからきっかけに、まあいろんなねことをお話ししたりとかできるようになっていますけれども、うん、なんだろう、自分も考えるきっかけになりますよね、うん、ああいうの聞いてるとね、うんうん、確かにそれがとてもいいですよね、うん、
でもなんかね、今後どうなっていくんだろうとか、うん、いろいろあったりしますけど、うん、でも実際にこう最近の政治というか、まあ、法律が変わったりとか、うん、いろんなことがありますけど、そうですね、なんか気になってることとかあります？割とね、全体的にね、はい、弱者というかね、はい、被害者を、うん、なんだろう、救うような発想の、うん、なんだろう、法律とかね、うん、仕組みが、うん、に注目が集まってるかなっていう、その、はい、SNS のその誹謗中傷だったりとか、子どもの、ね、うん、虐待だったりとか、はい、少子化だったりとか、うん、まあ、そういう傾向にあるように思いますね、僕はね、うん、でそれも必要なことだし、うん、いいことだなと、ね、うん、SNS って結構身近なものになっているじゃないですか、うん、こうなんていうんですか、何かをやってるからこそその SNS を持つっていうよりかはこう、まあ、皆さん気軽にツイッターだったりインスタだったりとかつぶやける場所があったりとか、うん、自分の考えとか意見とかいろいろこう発表する場があって、うん、だけれどもなんかこうやっているものというか出ているものというか顔が見えないものだからこそ、そう ね, ね、何かこう言葉がこう、ね、強くなってしまったりとか、うん、ありますかね。でもそういうのでこう守るものができたりとかっていうのがニュースがあるとね、うん、そうですね、やっぱりいいなって、そうですね、思ったりもしますよね。まあおっしゃるように、はい、顔が見えない分ということも あるし、うん、なんかこう世の中全体がね、うん、インパクトを与えることに飢えているというか、あ、だから強烈な言葉を使ってなんか相手にその衝撃を与えるというかインパクトを与えることを必死でみんなでやり合ってる感じがして、うん、ちょっと待ってよみたいな感じはありますね。うん、こう何か発信したことに対して、うん、その反対意見だったりとか、うん、なんでそんなこと言ってんだよバーンみたいな、バーンみたいな、結構言葉を選ばずにこう言ったりとか、あえてそうなんていうんですか、ちょっと面白おかしくじゃないですけど、うん、なんかこう強めな言葉を言って目立ちたいみたいなのもなんかちょっとある感じもするじゃないですか。うん、まあ、それだけなんか影響が与えにくい社会になっちゃったのかもしれないんだけど、うん、やっぱりそこで踏みとどまらないといけないよね、人間はね。確かにそうですよね、うん、そう、だからもっとハッピーがこう連鎖していけばいいなって思うんですよ。そう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 、おっしゃる通り、うん、ハッピー連鎖してほしいわね、うん、確かに、はい、ちょっとお話ゲストの方とかいろいろ聞いていきたいと思いますけど、まず森脇健児さん、はい、最近あったマジでハッピーなことありますか？何か、うん、僕はいろいろ仕事からスポーツの現場に行くんですけども、はい、この前行った練習の時に天気悪かったんですよ、はい、で途中雨が降ってきたんですけども、うん、そのスポーツの選手って気づきっていうのがすごい大事だと思うんですけど、はい、ちょっとパッって雨かなって思った瞬間に、はい、マネージャーの人がパッって傘出してくれて、はいはい、やっぱこの気づきはすごいなと思って、あ、確かに、あ、雨になんか良かったなっていうのと共に、なんか今それで今思い出したのが、なんか前にサッカーの漫画を読んでいた時に雨が降ってきたから、うん、そのマネージャーさんがじゃあその雨用のスパイクに変えてみたいな、そういうことですよね。そういうことです。ちょっとした変化で気づいてみたいな、うん、確かに。でも嬉しいですよね、多分そういうなんかやってる側からしたら、ね、みんなのことをマネージャーさん見てて、うんうん、ね、僕ほら一応部外者なのに、うん、そういう心遣いができるっていうのはすごい広い心で、うん、いいですね、うん、確かにと思いました。いいですよね、感動しますね、それはね、確かに嬉しいですよね、うん、森井さんは何か最近あった、はい、マジでハッピーなことありますか？そうですね、うん、久しぶりにですね、はい、まあ、セミナー終わった後にクライアントと、はい、飲みまして、はい、で久しぶりにこう乾杯をするというですね、あ、乾杯、自宅で飲んだりはしてましたけど、はい、なんか乾杯っていうですね、まあ、まあ3人だったんですけど、ね、うん、4人、今4人までですかね、これがね、なんかつながりを感じましたね。なるほどなるほど。大橋、今ちょっとふと思ったんですけど、うん、ゲストの方を紹介するのを失念していた気がします。大変申し訳ありません、はい、ありがとうございます、うん、今日はですね、ゲストの方2人来ていただいております、はい、森井義行さんですね、はいはい、ちなみにどんなことをされているかおっしゃっていただいてもいいですか？はい、プロの目線でユニクロも好印象というキャッチフレーズでですね、2004年から、男性とマンツーマンで買い物に同行して、はい、トータルコーディネートを予算内でやるということを延べ4802人すごい、ね、数えてるんですよ、実は2007年から数えてます、
はい、はい、これをですねやってまいりまして、今日も実は昼間はい、経営者の方の買い物に同行してまいりました。あ、そうなんだ、はい、嬉しいですね、すごいね、はい、どうぞ今日はよろしくお願いします。もちろんお願いします、はい、そしてはい、新宿御苑で美容サロンをやってます、よくかまおと申します。はい、よくかまおさん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は中村さん、美容のお二人ですからね。美容のお二人、うん、ファッションのぴったり俺にファッションの柄と美容の浸透なっちゃってね、はい、いろいろ話を伺っていきたいと思いますけど、はい、横川真央さん、最近やったマジでハッピーなことありますか？ちょっと皆さん人との関わり合いみたいな話してるんですけど、うん、私は一人暮らし寂しいので、うん、最近ベタを飼い始めて、うん、ベタ、はい、魚を飼ってます。魚、ちょっとハッピーでした寂しくなくなりました。ベタっていう種類というか、種類です。あ、そうか。なんかサイズ感とかはどういうやつ？小さいやつ、可愛い、ひらひらしてて可愛い、なんかあれだよね、そういう魚ってなんか世話しがいがあっていいよね。確かに、うん、そうですよね、うん、でもなんかこうね、飼い始めたとかっていうのをね、うん、こうなんていうんですか、それこそ仲良くなれてというか、外にあんまり今出てけないから、あ、そうですね、お家とかでね、うん、そのコミュニケーションじゃないけど触れ合えるものがあったりするとね、うん、そうだね、そうだね。名前とかあるんですか？ビップって名前です。ビップさん、ビップくん、ビップ VIP のビップですか？ VIP なんですよ。そうか、おー、じゃあもうすっげー魚になるんだよね。そのうち大きくなったりするんですよ、ね、本当は鯉が飼いたかったんですけど、鯉ちょっと鯉は飼えないなと思って、ちょっとベタで妥協して、でもビップって名前にしました。へー将来なんか餌を選ばれるような素晴らしい、ね、黒沢さんは、はい、私ゲームが大好きなんですけど、はい、今やってるポケモン GO っていうゲームで、あー、まあ、色違いの、ね、ポケモンゲットするのなかなか難しいんですけど、それがゲットできた時ですかね。あ、うん、もう一番幸せ、いい、ね、ハッピー、もう超幸せ、ね、なんかそうハッピーなことありましたかって聞かれると、うん、そんなに大きいハッピーってあったかなみたいにちょっと考えがちなんですけど、そうですね、うん、なんか別にそんな大きいから、うん、それが幸せだってことじゃなく、うん、小さいこととかでも、うん、結構ね、そうそうそう、こう周りに溢れてたりするので、うん、生きててよかったって思えるもん、はいはい、本当にそのぐらい幸せです、はい、ね、でも確かにいいですよね、はい、だからこう、なんていうの、ちょっとした幸せだったりとか、うん、あるとこうなんか周りの人にお裾分けじゃないけど、うん、なんかしていきたくなりますよね。そうだね、うん、だから実際、こうなんていうんですか、こうまあ今閉鎖的だったりとか、まあ、コロナ禍でいろいろ大変な状況だったりするから、うん、どうしてもこうなんかギスギスというか暗くなったりとかしがちなんですけど、うん、ちょっとした幸せをこう拾っていってみんなでこう共有していけるようになると、うん、ね、また見える世界が変わってきたりしますよね。そうね、うん、そういうものをピックアップできる人でいたいよね、やっぱりね、うん、なんか目の前にいっぱいあるのにさ、うん、なんか、いや俺なんか何にもないよって言わずに、うん、なんかちょっとしたものを拾い上げられるといいですよね、うん、だからなんかこうね、幸せがこう連鎖していったりとか、自分がこう嬉しかったから人にもしてあげようってなっていったりしますもんね、うん、そうですね、そうですね、うん、でもなんかそのためにはやっぱりこうなんていうんですか、まあ幸せっていうかちょっとしたハッピーなことだったりとか、うん、嬉しかったことを大事に取っておくのもそうですし、あとはやっぱ周りにいる人も大事にしていきたいですよね。そうですね、うんうん、でもなんかちょっと考えたんですよ、大橋、うん、なんかこうどうしたら大事にできるかなって思って、周りの人も、周りの人です、素晴らしい発想ですね、なんか、うん、話を聞いたりとかっていうことなのかなって思ったんですよね。確かに、あ、それは嬉しい、そう、確かに、なんかこう相手がいて、うん、そう認識するじゃないけど、そのね、さっき の, あの森明さんの話じゃないですけど、うん、気にかけてあげる、うんね、聞いてあげるってなるとやっぱり、あ、気を利かせてくれてるんだって嬉しくなったりとかすると思うので、うんうん、なんかその気づきもきっかけとかも大事だし、そうだね、いろんな話を聞くことによって、うんうん、なんか自分自身もいろんな考えに巡り合えたりとかするんじゃないかなって思うんですよね、うん、そうだね、うん、まあ、社会全体がちょっとなんだろう、あの人の話を聞くということから、うん、若干それが苦手になってるっていうか、うん、平均するとね、うん、もちろんその中にはとても得意な人もいるかもしれないんだけど、うん、平均すると聞けなくなってるよね、うん、自分のことはいっぱい発信するツールはあるからバン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 発信はするんだけど、うん、入ってくるものに対する抵抗がちょっと強くなってるかな、うん、という感じですよね。先ほど冒頭でもおっしゃってましたけど、その総裁、自民党の総裁が変わる、うん、はいはいはい、岸田さんが、僕の長所は人の話を聞くことですっておっしゃってらっしゃったじゃないですか、うん、
だから そのやっぱね人の話を聞いて、うん、そう気にかけてあげるっていうのも結構大事ですよね。だからこう、うん、他人ごとになりがちじゃなくて自分ごとですよね。そうですね、うん、やっぱりどんな場合でも自分が中心にいるからね、うん、それは自己中っていうことじゃなくてね、うん、周りの人の中心に自分がいるし、周りの人もその人が中心にいて、うん、僕が周りにいるはずだし、うん、っていう、まあ、重なりだからね社会って、まあ、その辺がちょっと、うん、そう感じられるとなんか、うん、いいなっていうふうに思いますね。なんか、はい、いや中村さん本当そうなんですよ。いや実は服選びも一緒でして、はい、自分が着たいものを着るっていうのももちろんいいことなんですけど、うんうんうん、まあ、服はコミュニケーションって考えると、はい、相手からどう見られるかなと、うん、まあ、その中、コミュニケーションツールだと思ってやるっていうのも、うんうん、なんで SNS もそうだし、うん、聞く力とか、うん、そういうところってまあその服にも現れるんじゃないかなってちょっと思いましたよ。そうでしょうね。お洋服とかでもこうなんていうの、今日着てるものが違うとか、なんかイメージ変わったねとか、なんかこうパッと見てすぐに触れやすいものだったりもするじゃないですか、ね、ファッションって、うん、まあだからね、ちょっとした、うん、褒めてあげると嬉しいでしょうし ね僕も実は褒められるためにこういうお花をまだ誰も褒めてくれてないですけど、それは自分で欲しがりすぎましたいいですね。でも僕はさっき出てました、はい、4802人のうちの一人です。あ、そうですか。すごいじゃん。あの服買うときにやっぱりほら、うん、男友達とか行く選ぶのと、はい、プロの人とそのコミュニケーションしながら選ぶのと、もう全然ね、買い物がね2倍3倍楽しくなります。男同士でなかなか行かないですよね。行かないですよね、うん、でね、自分のほら彼女とか好きな人と行くとやっぱりほらどうしてもね、うん、なんかちょっと照れくさかったりとか、ちょっと照れくさかったりして、なかなか本音のことを言ってくれないんですけど、うん、やっぱりズバッと言ってくれつつ、なんかいい気分にさせて買って、そうね、彼女と行くと何ウエストこう82じゃはまんないのみたいな言われちゃってね、それ言われたらバレちゃったみたいな、うん、ね、そうか、だからそうか、男性は行かないのか、女性はね友達と行ったりしますけどね、そうですね、行きます。私弟がいるんですけど、はい、結構弟と一緒に買い物に行くので、男性のファッションにも結構興味はありますね。あ、そうなんですね。そうなんだ。いいね、え、弟さんのも選んであげるの？はい、選んで買ってあげてます。そうなんだ。弟さんはお姉さんの洋服は選んでくれるんですか？これがいいお姉ちゃんみたいな、うん、デブに見えない格好してくれっていつも言われてるのででもね、いいですよね、こうお互いに、ね、それこそファッションを通してコミュニケーションを取ったりとか、うん、ね、それが褒められて嬉しかったりとか、そうだね、だからやっぱり自分が嬉しいことは相手にしてあげたい、うん、そう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 、からやっぱり相手があなたがして欲しくないことは他の人にしないようにしていきましょう、そうです、うんうん、と思います。はい、というわけで VTR をご覧いただきましょう。どうぞ。19、あなたがして欲しくないことを他の人にしないようにしましょう。長い間、多くの国の多くの人々の間には一般に黄金律と呼ばれるものがあり、それには様々な翻訳版がありました。上記の教訓はそのうちの一つであり、害のある行為に関するものです。他の人を一切傷つけることなく生きていけるのは聖者だけです。それとは反対に、犯罪者だけが自分の周りの人々を平気で傷つけます。罪悪感、恥、やましさといった感情はすべて現実的で嫌なものでしょうが、そうした感情とは全く別に、他の人に与えた害が自分自身に跳ね返ってくるということもまた偶然ながら真実です。害のある行為すべてが元通りにできるものであるとは限りません。無視したり忘れることのできないような行為を他の人に対して犯してしまうことがあります。殺人はそのような行為です。人はこの本にある教訓にひどく違反することが、どのように取り返しのつかない害を他の人に与えることになるのかがわかるでしょう。
他の人の人生を台無しにすると自分自身の人生をも破壊しかねません。社会はそのように作用します。刑務所や精神病院には自分の仲間を傷つけた人たちが詰め込まれています。しかしそれ以外の罰も存在します。他の人に有害な行為を犯せば、捕まっても捕まっていなくても、特にそれが秘密にされている場合は、他の人や自分に対する自分の態度の大きな変化に苦しむことがあります。これらはどれも悲惨なものです。人生での幸せや喜びは消えていってしまいます。この本の黄金律は試金石としても役立ちます。誰かにこれを適用させるようにすれば、その人は何が人に害を与える行為なのかについて実感を持って理解することができます。それは人に何が害を与えることなのかを教えてくれます。悪い行いに関する哲学的な疑問、何が悪なのかといった議論に対する答えがすぐに実感を伴って返ってきます。それは自分の身に起こってほしくないことですか？そうですよね。もしそうなら、それは人に害を与える行為に違いありません。そして社会の視点から、それは間違った行為なのです。それは社会的な意識を目覚めさせます。そしてそれは自分が何をすべきで何をすべきではないかを人に考えさせます。ある人が害のある行為を行うことに対して何の抵抗も感じないとき、その人の生存能力はどん底にまで落ちていきます。あなたが人々にこれを適用するように説得できれば、その人たちに教訓を与えたことになり、それにより彼らは自分の人生を評価できるようになるでしょう。そしてある人たちにとっては、再び人類の仲間に加わるための扉を開いたことになるのです。幸せへの道は、害のある行為を自制できない人に対しては閉ざされています。渋谷クロス FM。続いてのコーナーはこちら、マジハピーゲスト。このコーナーは素敵なゲストの方をお招きしてお送りするコーナーとなっております。というわけで引き続きですね、ゲストのお二人と一緒にお届けしていきたいと思います。はい、まずは美容サロンのピアラックスのオーナーの横川真央さん、はい、お願いします。はい、そしてですね、人間を追求するスタイリスト森井義之さん、はい、よろしくお願いします。お願いします。お話を伺っていきたいと思いますけれども、まずは横川真央さんからお話を伺っていきたいと思います。美容サロンのオーナーをされているということなんですけれども、はい、どういう内容というかお店なんですか？新宿御苑の方でピアラックスっていう、はい、脱毛と配布のサロンをやってるんですけど。脱毛と配布、そうです。配布って何だか知ってますか？わかんないです。もう森井さんですね。横川さん、はい、あ、横川さん今ちょっと点々点ごめんなさい、はい、そうですね、ハイフ、そうですね、ハイフって結構最近若い人とかだと聞いたりとかすると思うんですけど、はい、あんまり知らない人も多いので簡単に説明すると、うん、はい、肉って生の状態から
焼くとちょっと縮むの分かりますか？確かに、はい、牛肉とか豚肉とかそうですね、でチューってなってきますよね、はい、まあそれと同じ感じの仕組みになってて、はい、熱を与えて小顔にしていくよっていうものをやってるんですけど、はい、嬉しいわ、うん、結構ダイエットとかってここだけに効かせたいとかって難しいじゃないですか、はい、そうなんですよね、ここだけ絞りたいみたいな、そうですよね、あるんですよ、なので、うん、まあ、ハイフの特徴として、はい、その狙った脂肪層だけを集中して破壊できるっていうのと、うん、はい、あとは速攻性があるのとリバウンドがないのがすごいいいところなので、はい、今流行ってるんですけど、はい、もっと流行っていくかなっていう感じでやってます、はいはい、であと脱毛に関してなんですけど、はい、まあ、従来のこう一般的な脱毛って結構時間が長くかかるイメージがあると思うんですけど、何ともなんとも通わなきゃいけなくてとか、ね、予約が取りづらくてみたいな、そうなんですよ、ありますけれども、まあそうなんですけど、だいたい1ヶ月空けたりとかってするのが一般的だと思うんですけど、ピアラックスの脱毛は2週間後から施術できるので、はい、まあ、6回のプランでも3ヶ月で終わらせることができます、なのですごい短く終わらせられるサロンなので、はい、いいです女子としてはいいなっていう感じだよね、そう、でもどこは脱毛したいんだけどなんかいろいろありすぎてどこ行こうかなみたいな感じ、ね、悩んじゃうから、うん、あ、早く終わるのめっちゃいいなっていうさ、もう一お客さんとしても聞いちゃったやっぱりね、こう夏に向けてとか女子はあったりしますもんね、はい、夏に向けてなんとかこううまいこと早いこといかないかなとかっていうのが ね、あとは日焼けの肌には普通の機械だとできないんですけど、ピアラックスのサロンはあの日焼けの黒い肌にもできるようになってるので、おっとやっぱり、やっぱり黒いかな、なんか電車の中でもね、うん、最近ほらなんか結構見ますよね、いっぱい書いてある、安いというか、はいはい、なんとか100円とかさ書いてありますね、そんなのがあって本当にわかんないですよ ね、でも結構ああいうとこだと行ったら、うん、高かったみたいのが多いんで、表向きはこう安いぜみたいな感じで、めっちゃ安いんだろうなと、ピアラックスは無駄な広告費とかかけてなくて、口コミとかで広がっているサロンなので、うん、結構安く提供できてると思います。ちなみに今結構女性はもともと脱毛とかあれですけど、うん、男性とかの脱毛とかも流行ってるみたいな、流行ってるヒゲとか男性すごいやりますね、大学生とかお金ない人とかでもやっぱりヒゲだけはやるとか、うん、社会人になってくるとやっぱり全身やってる人最近増えましたね、全身、全身やってます、男子ほんと男子もそうだし、ヒゲはわかるよね、あれ毎日剃るの結構なんかカミソリ負けとかそういうのあれやるじゃないですか、やってますね、あ、やってますねというかもうやり終わってますけど、やり終わってますか、10年ぐらい前に、うん、うん、そうなんですね、痛いんですよね、ヒゲ生えなくなりますね、内回り、はい、本当ですか、そうするとヒゲ剃りの時間がいらないというか、確かにヒゲ剃らなくてよくなっちゃうんですか、そうです、全くそうな、ま、そう、行こうかな。ヒゲって一本一本やるんですか？これ。光で当てていく感じになります。あ、光で当てていく。はい。そう、だって新宿御苑から近いんですもんね。徒歩1分で着くので、迷子にならない。しかも新宿御苑ですよ。結構いいとこでやってます。そうだね、うん。いいですよね。そうか。まあヒゲはわかるな。面倒くさいからな。やっぱり面倒ですか、毎日こうやられ面倒いのと、カミソリ負けがあるんだよね、やっぱり、で電気カミソリって、まあごめんなさい、電気カミソリ出してるメーカーさんにあれだけど僕の場合はあんまり剃れないんだよね、残っちゃうっていうかさ、そういうのもありますね、肌によってとかもね、うん、あったりするんでしょうね、朝時間かかっちゃいますもんね、そう、時間かかりますね、すごい時間取られるのがやっぱり、なるほど、だから今日はひげ剃らなくていい日っていうのがとっても嬉しい、そうですねマジでハッピーな出来事、あ、まあ、繋がりました、繋がりました、今日は今日はヒゲを取らなくていい、そうやったー、うわーみたいな、はい、はい、大丈夫です、うん、まあ、あとなんですけど、はい、ラジオ聞いてる方限定で、はい、ハイフが1万円、脱毛が2000円で体験できるキャンペーンを今やってます、なのでちなみに元々のお値段はめっちゃ高いです、結構なんかショット数で金額言うんでちょっと伝えづらいんですけど、脱毛に関してはすごい高いし、はい、配布もめっちゃ高いんですけど、平均するとどのくらいになるんですか、じゃあちょっと濃い方ちょっと濃い方とかだとヒゲとかだったら8万とかしますね、え、8万円が1万円になるんですか、2000円で今脱毛は体験できます、2000円、8万円が2000円ですよ、これはやばい、すごいな、これは
行きましょうよ。みんなでツアーを組んで行そうですね。行きましょうよ。健康食品の初回限定みたいな。そんな感じです。で、予約の方法なんですけど、はい、私のインスタグラムに一旦 DM を送っていただきたくて、はい、インスタグラムが、はい、YKKWMO で出てきます、はい、アカウントですね。アカウントが出てくるので YKKWMO になってますね、はい、ちょっと頑張って覚えてください。YKKWMO に連絡いただければ安く提供できます、はい、あのこじこじの可愛らしいアイコンが、はい、もう一つのなんだっけ、小顔ハイフ、うん、ハイフ、うん、ハイフハイフハイルハイフです。ハイフそれって どうやるんですか。どうやるっていうか、どういう仕組みというか、そう、仕組みというか、うん、熱を与えるんですよね、ジェル塗って。はあ、なんか、パンみたいな感じですか。痛いとか熱いとかないんですけど、まあ、寝てたら終わります。縮むの。縮みます。へえ。顔じゃなくて全身にできるので、女性だとやっぱみんな顔やりたいんですけど、男性だと腹筋とかやる人結構多いですね。あ、なるほど。ちょっと引き締まった体でとか。え、腹筋バキバキになるんですか。バキバキに通ってください。行こうかな、行こうかな。それだけで割れんだ、出ますね、腹筋。すごいな。これはじゃあ行かないとですね、本当に。ね、でもお安くなるの1万円ですよね。そうです。少ないですか、はい、めちゃめちゃ安いです。きっとラジオ聞いてる人でもね、そう、あの、気になってる人もいると思うから、こう、ね、せっかくのタイミングだから、ね、試しに行ってみても良さそうですよね。そうですね、細かいことは DM していただければ、うん、私が返信しますので、なるほど、YKKWMO で、はい、そうです。マオさんでやられてますね、はい、出てきます、はい、そちらインスタですね、まずチェックしていただければと思いますけれども、はい、いや、いいですね、本当。でもそもそもこのお店、ピアラックスのお店を出すきっかけとかっていうのはどういうきっかけだったんですか。まあ、もともと私は美容が好き、うん、はい、で、うん、結構やっぱ電車の中のものとか皆さん見てると思うんですけど、うん、ああいうの見てるとやっぱりああいうところにこう広告を出すのもすごい無駄な広告費っていうものがかかってるなって思ってて、うん、自分でいいものをなんかこう知ってる人にこう広まっていったらいいかなって思ったので、うん、自分でやり始めました。そうか、そうなんですよ。広告を見る時の視点が面白いっていうか。あ、そうです、確かに、うん、ね、そうか、なるほど。そんな感じでしたね。結構広告費ってバカにならないので、うん、そうですね、そういうのがいらないなって思って新しいビジネスモデルでやっていきたいなと思って始めました。なるほど、かっこいいですね、うん、いい、明確なこの自分のビジョンがあって、そうね、あのピアラックス、男性の脱毛もやられてますし、そうです、基本的にはでも男性がメインでやられて、そうですね、男性がメインなんですけど、はい、女性の方もできます。はい、横川真央さんのお店だったら女性も、そうです、はい、ピアラックス新宿御苑は、はい、男性も女性もできます、okay。 うん、僕昔すね毛すごい濃かったんだけど、はいはい、年を取るにつれてだんだんあの毛が薄くなってで自然にツルツルになってきました。ナチュラルだった。長年のね、長年の脱毛だから結構ね、でも今こう若い男の子とかでも結構ね全身やってる子とか、うん、メイクされてる方とかもね、多いですよね。韓国とか流行ってるから、ね、やっぱ青ひげはいらないですよね、うん、確かに。なのでもうこれを聞いてる人はもう若いうちから行っちゃおう、うんうん、時々眉毛いじりすぎだろうって思うこともありますけど、まあ、でもファッションですからね、うん、そうメイクね、いいですからね。何歳からとかっていうのはあるんですか。何歳以下はあれなんダメなんだなみたいな。あ、基本的にないので大丈夫、なるほど。今まで一番若い人はどれくらい。でもやっぱ20歳から気にし始める人が多いんじゃないですか。20歳ぐらいの方が多いですね。あ、そうなの。へえ。20歳って切り替わるタイミングかもしれないですよね。ちょっと大学で慣れてきてとか、そうですね、働き始めてちょっと慣れてきてっていう方もいらっしゃるかもしれないですね。それではじゃあもうこれを聞いた男子も女子もみんな行こう、うん、はい、横川真央さんの美容サロンですね、ピアラックス、はい、詳しくは真央さんの YKKWMO のインスタグラムからお問い合わせいただければと思います、はいはい、よろしくお願いします、してください、はい、そしてですね、はい、人間を追求するスタイリスト森井義之さんにお話を伺っていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします。すごいですよ、人間を追求するスタイリスト、
はい、あのスタイリストってファッションを追求すると思うんですよ、はい、僕はその着る人を追求したいなっていうところなので、はい、人間を追求するっていう風な肩書きに名刺にはしております。実際にこうなんこのスタイリストになろうと思ったきっかけとかっていうのはどういうきっかけだったんですか？実はですね、はい、それもまた自分が悩んでたんですよね、うん、中学高校男子校だったんですけど、あの女性が周りにいなくて、うん、そうするとその本当にこれでいいのかなみたいな。どうせだったらぶっちゃけモテたいじゃないですか、はい、男子高校生なんて、まあ、モテないよりはね、モテないよりはモテないですか、はい、なんで男性目線じゃなくて女性目線の服が知りたいなと思ったんですよ、うん、で芸能人にはスタイリストがいるけど、うん、一般人にはそういう人はいないと、確かに、はい、だったら男だけど僕が女性目線を研究して、うん、それで、まあ、将来いろんな人を助けられたいればいいなと。でまず一番最初の顧客が自分っていう、ね、あ、なるほど、まず一人目のお客さんは自分で自分を良くしていくっていうので、すごいですよね、モテるファッション、はい、いやもう本当にだってすごいですよ、書いてあるお名刺いただいたんですけど、はい、ユニクロから OK2 時間で成果、色気でモテるって書いてある。色気だってさ、色気ですね、自分じゃ分かんないもんね、色気なんて正直ですよ。でもファッションって本当に正しい、自分がこの好きなものとか、うん、またなんて似合うものって別だったりするじゃないですか、自分的にこういう色を選びがちなんだけど、うん、実際に自分のこの顔だったりとかに合うものって違ったりするから、うん、全然違いますね。そう、ただこう雑誌を見て自分でこうなのかなあなのかなって言ってみると、うん、意外とちょっと違ったりとかも、そうなんですよね、何がいいって同行してくれるんですよ、これは。そうなんですよ、だから僕ね、さっきも言いました、同行していただいて、はい、ファッションに対する考えがもう全然変わりましたから、へー、素晴らしい、上から下まで全部選んでいただけるっていうのはね、しかもちゃんと話しながら、うん、予算も、それはいいですね、すごいです、ありがとうございます。うんうんね、モテモテになりました、モテモテにモテモテになりましたか、あら、ほんとに、もうね、何よりね、あのペンジーさんはね、すんごい痩せたんですよ。もう僕が服選んだ時と体型がもう別人ですからね、はい、20キロぐらい違いますから、20キロ違うと違いますね、それはね、服に自分を合わせようみたいな感じ思いますからね、素晴らしい名言いただきましたね、すごいですよね、うん、でもなんかあのカードゲームを作ったというふうに伺ったんですけれども、実はですね、この十何年買い物に同行していて、はい、まあ4802人って、うん、結構自分で言うのもあれなんですけど、それなりに実績積んだなと思ったんですよ、うん、そうですね、すごい実績だと思いますよ、すごいですよね、5000人ですからね、でも今42歳なんですけど、はい、あと10年15年選んだとしても、うん、僕の人生の中で1万人ぐらいの人の服しか選べないわけじゃないですか、トータルで考えると。なるほど、そう考えたらこのメソッドをどうやったらもっと多くの男性に届けることができるかな、まあ、先ほどねポケモン GO みたいな話をあのゲームにしちゃえばいいんじゃないかと。で、まあ、デジタルにはできないのでカードゲームということですね、25枚の、アイテム、はい、もうトップスとかアンダーとか、はい、ジャケットとか、そうですね、ジャケットとか、僕があの年間でユニクロで選んでる服のアイテムって、はい、めちゃめちゃ何百種類とかユニクロさんにもあるじゃないですか、ありますね、でも実際選んでるのって大体25種類ぐらいだったんですよ、なので分かる、そうなんですよ、で結局数がめちゃめちゃある中から絞るのって難しいんですけど、ね、迷っちゃいますよね、そうなんですよね、25種類から自分に合うものを選ぶっていうのは割かし簡単になるんですよ、なんでこう25枚のカードをもう記号が全部書いてあるんですけど、その通りにペペペッと組み合わせるともう簡単にコーディネートができる、それはいいですね、はい、ありがとうございます。それがあの売り出すんですか？そうなんです、あの実はね、本当は今日持ってきたかったんですけど、うん、まだプロトタイプを制作中なんですよ、うん、おー、じゃあ制作中、はい、ね、楽しみですけれども、そうなんですね、あとね、今販売されているものといったらあれですけども、本も出されているというふうに伺ったんですけど、はい、うん、ありがとうございます、あの今回5冊目で、はい、38歳からのビジネス高熱感という、先ほどね、はい、あの真央さんがおっしゃってたんですけど、うん、美容っていうのは20歳ぐらいから目覚める方が多いと、はい、でね、服の場合特に男性の場合は38歳ぐらいから、うん、なんかちょっと若い頃着てた服は似合わなくなってきたなと、そう、だから若いカジュアルすぎずに何着ればいいんだろうとお悩みめちゃめちゃあるんですよ、わかる、そう、
なんかちょっと若作りすぎるかなとか。そうなんですよね。それってなんか夏のね短パンと T シャツ着てた時から、はい、若干9月の、中旬になったぞとどうすればいいんだと。あ、そう、年齢の変わり目と季節の変わり目似てますね。似てる。本当に、うん、38歳っていうのが具体的ですよね。そうなの。これね、体験談でもあるし、自分のクライアントもやっぱりそれぐらいの世代の人が一番多いんですよね。やっぱなきっかけがあるってことですよね。やっぱりですね、うん、それまで、仕事に没頭して頑張ってる、うんうんうん、でそろそろ、たまには服買いに行こうと、うん、今まではなんか店員さんの言うことを聞いて、うんうん、パッとやってたらそれで良かったんだけど、はい、なんか最近店員さんが自分の年齢より下の人が多いぞと。10代の店員さんのお話を聞いてると確かに流行なんだけれども、うん、似合う似合う言うけれども、はい、本当に自分に似合ってるんだろうかっていうクエスチョンなんです。確かに38歳ぐらいなんですよ。なるほど。それ38っていうのはなんかご自分でこう見つけ出した年齢なんですか。やっぱりそうですね。もう4802人見てきた中で、はいはい、統計を取ってみると、はい、38が一番多かった。なるほど。目覚める悩んでんだ、はい、うん、そうですね。うんって大きくうなずいてらっしゃいましたね。ちょっと後でしたけども、うん、やっぱり僕得意ほら仕事柄、はい、かっちりしたビジネスマンじゃなかったんで、うん、もういつもそのカジュアルだけどもたまにほら偉い人とも会うし、なんかテレビ局だからチャラチャラしてるのもダメなしみたいな、すごい悩みがあったんで、そういう意味ではね、だからきっちりした服ね苦手だったんですよ。ラフな服はすごい得意だったんですけど、ちょっとジャケットとか苦手だったんで、その辺をねバシッと言っていただいたので、うん、なるほどですね。黒さんはなんか毎週さ、はい、ファッション撮影会に出演してるじゃない、はい、でこう洋服を選んだりとか、うん、なんかちょっと最近変わったなみたいなのってあったりはする？ファッションの変化とか。最近なんか昔、ファッション自体は大きくは変わってないんですけど、うん、なんかやっぱ髪型とかがその高校生の時の割とずっと、今私23なんですけど、ずっと引きずってることが多くて、服装とかも、だけどそこはもう23になったから、たまにはそういうの出してもいいけど、それを常にやっていくのは本当にもう違うなっていうのを鏡見てても思うし、やっぱ撮っていただいて写真とか見ててもやっぱちょっとずつ服装の系統も変わってるんだなっていうのは自然と感じましたね。もちろんその時その時その年その年の流行もあるし、流行にも乗らなきゃいけないけど、ただ流行に流されすぎてもっていうのもありますもんね、はい、そういう意味で言うとですね、はい、38歳ぐらいの年齢になると、この流行と定番の取り入れる配合のバランス、これがね皆さん悩まれるんですよ。あ、なるほど。若ければ若いほど流行の比率高いんですが、なんか乗っとけばいいかなみたいな感じですもんね。そうで、今日はねズバリ言います、はい、定番8の流行2ですね。これ38歳ぐらいの方からは、はい、これを聞いてる方、はい、わかりますか、メモってね、38歳ちゃんと、ね、特に定番の量を増やしていくっていう ね、確かに、はい、やっぱ定番いいですよね。定番やっぱ癖が定番ですよね。なんかこう流行も取り入れた方がいいんだけど、遊びでっていう感じですよね。でもね、あれなんですよ、はい、定番もですね、なんか男性とかだと定番ってなんか永遠に続くイメージあるんですよ、はい、でも定番もですね10年に1回ぐらい変わってるんです。確かにそうなんですよ。そうなんだよ、本当、なんか本当にね、なんか同じものとか古いものを着続けちゃう、そこのあなた、これはもう森井さんにお世話になりましょう、なんだっけ、高度成長時代のね、はい、定番だとなんでズボンがこんなにダボダボなんだっていうね、タックが3つぐらい入っててうわみたいな、今思うとあるけど、その頃はねもう普通のあれでしたからね、あと YouTube もされてるというふうに聞いたんですけど、はい、モテるファッションチャンネルというですね、はい、YouTube をやっております。なるほど。ぜひぜひそちらの方もチェックしていただければと思います、はい、あと SNS は、はい、インスタグラム、ツイッター、ツイッター、Facebook などなど、はい、やられてますので、エレカジで、カタカナエレカジで検索していただければと思います。というわけで今日は美容についてお届けしました。そうですね、はい、以上マチハピゲストのコーナーでした。渋谷クロス FM、続いてのコーナーはこちら、マジハッピー渋谷ガイドのコーナー。このコーナーは
渋谷にある素敵なお店、イベントを紹介するコーナーとなっております。はい、というわけで黒沢さん、お店を1店舗お願いします。はい、はい、私が紹介するのは、はい、まあ、皆さん一度は聞いたことあるバックトゥーザフューチャーっていう映画がありますよね、はい、ありますね。うん、そちらの世界を楽しめる体験型ストア、レトロサピエンスというのが渋谷区のトイサピエンス東京というところで行われております、はい、こちら9月18日から10月31日の日曜日までやってるイベントで、うん、予約不要、入場無料です。で、日本初の一斉展示、バックトゥーザフューチャーシリーズの貴重なアイテムを展示されています。で、あとはですね、フィギュアからアパレルまで多彩にラインナップした関連商品を販売しているそうです、はい、で、ここのレトロサピエンスでしか販売してない、まあ、限定の商品もあったりしますのでね、ぜひバックトゥーザフューチャーの世界でね、うん、ちょっと体験したい方はぜひトイサピエンス東京に行ってみてください。はい、それ渋谷のどの辺にあるの？渋谷駅 B1 出口から徒歩5分って書いてありました。あ、本当に、うん、じゃあもうデロリアンとかあるんですか？あの、なんかそのタイムマシン、そのデロリアンタイムマシンのフィギュアだったりとか、まあ、ストラップとか、あとそれが書いてある T シャツとか、そういうのが販売されてるらしい。これは行かねば。あ、初めて見た時なんかその設定にびっくりしたもんね。あれね、中村さんね、めちゃくちゃ面白かった、ね、びっくりしましたよね、うん、あれ僕映画館で見てたら、うん、トゥービーコンティニュードのところで拍手ですもんね。あ、本当になみたいな、すごい。そう、それがなんと入場無料で行けますので ね、ぜひ予約不要っていうのもいいよね、うん、さっと行ってね、うん、楽しめるんだもんね、はい、はい、というわけで今日はお店、レトロサピエンス、トイサピエンス東京の展示を紹介しました。はい、以上マジハピ渋谷ガイドのコーナーでした。渋谷Cross FM。はい、というわけであっという間にエンディングの時間がやってまいりました。あっという間だったよ。改めてね、ゲストに来ていただいた方に告知とか宣伝をしていただこうと思いますけれども、はい、横川真さん、もう一度お店のお名前と、はい、あと特典を教えてください。はい、新宿御苑の方でピアラックスという脱毛とハイフのサロンをやってます。で、ラジオを聞いた方限定で脱毛が2,000円、ハイフが1万円でできるので、私のインスタグラムまで DM お願いします、はい、で、インスタグラムのアカウントが YKKWMO です、はい、よろしくお願いします。はい、から問い合わせください、はいはい、そして森井芳樹さん、はい、YouTube のね、モテるファッションチャンネル、まずそこをチェックしてみていただければと思います。はい、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。あとホームページとかについても、あと Twitter、Instagram、はい、Facebook から飛べますので、エレカジでね、はい、今日はだからエレカジで、はい、まずね、うん、脱毛して、はい、ちっちゃくしてから、はい、ね、顔と体もね、うん、バッチリじゃん、バッチリです、美しくなれますので、うん、はい、いきましょう、皆さんいきましょう、見ましょう、うん、はい、そして森脇健児さんからも告知があります。なんと、はい、私森脇健児とのお話しメリサさんで、はい、J ネット TV っていう、はい、YouTube チャンネルで、新しい番組があさって金曜日の、はい、夜7時から始まります、はい、なんとタイトルは森脇健児と大橋メリサの大好きカレスポということで、あーあー、あかったですけども、はい、いいですね、はい、これは本番ではありますので、はい、皆さんよろしくお願いします、はい、大学スポーツの魅力をたっぷりお伝えします、はい、なるほど。詳しくはね、はい、ツイッターの方で告知をさせていただきたいと思いますので、ツイッターのチェックをお願いします。はい、はい、そしてありますか、中村さんからは告知、私、はい、あ、マジハピチャンネルという、うん、はい、このね、幸せへの道のまた話題をしている YouTube のチャンネルもありますので、うん、ぜひ、チャンネル登録をお願いいたします。はい、あとですね、ツイッターがありますね、マジハピキャンペーン、キャンペーン、はい、検索していただくとツイッターが出てきますので、はい、皆さんそちらの方もチェックよろしくお願いいたします。はい、あと黒沢さん配信とかもやってたね。はい、ツイキャスを配信しておりますので、はい、皆さんね、無料で見れます。ぜひツイキャス見てください。そして毎週日曜日ファッションに撮影会という撮影会も行っておりますので、皆さんぜひ撮りに来てください。はい、はい、というわけで今日はこのメンバーでお送りしました。森田さんでした、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。また来月第1水曜日19時にお会いしましょう。はい、それでは皆さん、さようなら。さようなら。